こんにちは。2022年10月11日です。札幌スタートということで、実質2泊3日、ニセコ、そして函館方面に走ってみようかなというふうに思います。紅葉ドライブになるんじゃないかなと思いますが、少しずつ周りの景色も色づいてまいりました。赤っぽく、茶色っぽくなってまいりました。今回は定山渓から札幌湖に行きます。札幌湖はですね、平成元年1989年に定山渓ダムにより小樽内湖をせき止められてできた湖ですということです。ダムの上流方面には札幌国際スキー場、旭岳、旭川温泉などがあり、小樽に至る絶景のドライブルートでありますということです。道路際には駐車場など展望台が4カ所設置されているということです。まあ、四季折々の綺麗な風景を楽しめるというドライブコースということです。まあ、札幌の方は定山渓まで来まして、このルートを使って小樽で行って、何か美味しいものを食べて、ちょうど帰ってくるというようなドライブコースではないかなというふうに思います。私の場合はこのまま走りまして、小樽内湖、それからスペースアップ余市、それから神井岬行ってみます。それから、229号線ですかね、を通りまして、オスコイ鴨居内、それから岩内、シェルプラザ港、それから、国道9号線、5号線に入りまして、おしゃまんべですね、に入ります。それからヤングモで、スーパーで買い物をいたしまして、濁川温泉で入浴、そして、ゆう森道の駅で、2泊目と車中泊ということをさせていただきます。それから次の日、Uターンですね。また5号線を通りまして、黒松内から内陸に入りまして、ニセコ、そして新鮮沼に行ってみようかなと思います。新鮮沼行きまして、それから細いくねくねした何号線地ですか、国道なんですけどね、かなり細い道を通りまして、峡谷ですか。道の駅、そっちの方で、3泊目というコースを考えてます、そして札幌に帰るという、ことです、今回のコースはだいたい600キロぐらいですね、ちょっと走ってみようかなというふうには思います。まあいつも走ってるんですけど、まあいつも月曜スタートということですが、まあ今回は月曜スタートが最後ということで、この次からは普通の日のスタート、月曜スタートばっかり限りません、少し、3泊4日、4泊5日ぐらいのコースを考えていこうかなというふうには思ってます。まあ親戚の家の前で一泊させていただきまして、結構寒いですね。もう着きまして、夕方の5時頃になりましたら、もうエアヒーター入れました。温度は低めに設定したんですが、それでずっと保ってくれました。結構雨が降ってまして、車が揺さぶれるような風も吹いてましたが、室内の中は快適に過ごすことができました。まあ、今日は天気良かったんで、このまま札幌湖ですか、そこを撮影させてもらって、またそこでオートエイド作業をして、また進んでいこうかなというふうには思います。なんか東京から来たという方が、ご夫婦の方がいらっしゃいまして、お話しさせていただきましたが、どっち行くんですかって言ったら、これから定山渓の方に行って温泉に入るんだよということです。この朝っぱら方ですね。まあ、小樽の上陸したということですね。フェリーで小樽の上陸し、それから札幌の定山渓の方に向かって走ってますよということで、札幌湖で一休みされていたみたいです。なかなかいいですね。車中泊で、来られてますが、普通の車ですね。まあ、多分、車で来て、ホテルに泊まりながら、歩くんじゃないかなと思いますが、まあ、たまに車中泊もされるんじゃないかなというような、感じです。まあ、ワゴン車だったんで、車中泊もできるし、ホテルに泊まることもできるという、スタイルの、旅行かもしれません。結構そういう方いますよね。ずっと 100% 車中泊するんだっていうんではなくてですね、ホテルをメインで、そのうちの 10%、20% は車中泊しながら好きなところ泊まりますよっていう方も結構いらっしゃいますね。私みたく 100% 車中泊組でもいるんでしょうが、まあそういう方でもいろんな、まあパターンを楽しんでられるんじゃないかなというふうには思います。今の新しい、軽自動車、ベッドキットが、結構出てますよね。で、車中泊も十分できるようなスタイルで、普段使いもできるし、車中泊も楽しめるし、車の中でテレワークもできると、見晴らしのいいとこ行って、そういうことができるというふうに、楽しめるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、いろんな使い方があるんじゃないかなと思いますが、今回は秋の紅葉ドライブということで、別チャンネルの方には全て撮ってございますが、今回はできるだけ、
まあまあ紅葉はまだ綺麗ではないんですけどね、そこそこ紅葉を見れるかなというふうに思います。まあ新鮮沼の方は高度が高いんで、もうすでにあの紅葉は始まってて、もう終わりかもしれませんね。あそこ確か9月の下旬から10月の初め頃までということなんですが、もうちょっと終わりかけてるかもしれませんが、まあちょっと帰りに新鮮沼の方に寄ってというようなルートを考えております。気温が下がってまいりました。ヒーター、冬ヒーターは快適ですね。室温を一定に保ってくれます。まあちょっと湿気がなくなってですね、喉がこうカラカラになるんですけども、それさえ我慢すれば、十分快適に過ごすことができます。多分、周りの車もエンジンかけながら道の駅あたりで一生懸命いるんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ私の場合は快適に車の中で、過ごさせてもらってます。それから、Wi-Fi なんですけども、以前お話ししましたように、ドコモの、データ使い放題にしようかなというふうにいろいろ調べました。月々7500円だったんですかね、かかりますが、でもある程度、過去3日間で6ギガだったんですかね、それを使いますとスピードダウンしますよということです。使い放題といってもフルスピードで、使い放題できるわけではなく、ある程度使うと、まあ、スピードダウンで 128kbps とか 1mbps まで落ちるということです。まあそれは嫌だなということでまた調べてみました。そうしましたら、車で使うのがあるんですよね。いわゆる観光バス系が、室内で Wi-Fi ができますよということです。これもドコモが提供してるんですけども、そちらの方がデータ使い放題、それからスピードは落ちません。ずっと最高スピードのままでいけるということです。しかしながら2年でダメですね。機械を買うんですが、機械が2万7000円だったんですかね。それを買います。そしてそれは2年で使えなくなります。そして契約が2年契約で、1年契約が1万いくらだったんですかね。そうしますと月割り計算しますと2500円ぐらいでデータ使い放題ができます。ただし車の中だけです。したがって移動してなければいけません。まあ固定で止まっててもいいんですけども、移動するということはある程度その基地局が切り替わっていくということが移動というふうに認識されると思うんですが、まあ家の中で違法に家の中で固定で使ってしまう場合は違法だということで、サービスストップしますよということが書いてありました。ですので私みたく道の駅に泊まってはそこでデータ放出、また移動してはデータ放出ということを繰り返すのであればいいですよということで、多分、基地局がどこの基地局に切り替わったかということを全部 AI の方が、検知しているんじゃないかと思いますが、まあそちらの方に今度、切り替えてみようかなと思います。ドコモの使い放題、データ使い放題は7000円、こちらの方は2500円ですね。なんでこちらの経費が安い。しかしながら2年でダメで、2年で機械を、取り替えて新しく契約し直すということですが、今回そっちの方をちょっとやってみようかなというふうには思います。FM、接続の機器の数は14個ということでかなり多いですね。したがってやはり観光バス相手だなというのはよくわかりますが、まあ、12V、24V の DC 電源のシガレットに差し込んで使うということです。多分エンジンの信号などをやるのか、それとももう一つキャンプ場での使い方もいいですよと書いてますので、エンジンストップした段階で、ある程度の期間、1日2日ぐらいですね、同じバスに留まってても、これは移動だということで OK というふうに認識されるんじゃないかなというふうに思いますが、今回それを契約して、そちらの方を使ってみようかなというふうには、思ってます。まあそれが新しいことで、もしそれがこの機会が来ましたら、その機会の説明の仕方など、動画を作ってみようかなと思いますが、まだこのどんな時も Wi-Fi 今月いっぱいまだ使えるんでね、できるだけ、使って、それが切れると同時に、ネット上から注文して、やってみようかなと思います。支払いの方はドコモの ID カードで、ポイントもたまります。非常にいいかなというふうに思っています。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。